はい、こんにちは、アウトフィルダーサンキューチャンネル、ボリューム9です。今日はちょっと神妙な面持ちでお話をいたします。元日本ハムファイターズ島田信俊です。お昼過ぎのニュースでジャイアンツの選手が最初一人と言われてたんですが、どうやら二人感染者が出たらしいと。で、夕方正式な発表があるということで、まあその正式発表する前にこれ撮ってるんですけども、まあそのニュースがバーッと出たと同時に、やっぱり熱烈な野球ファンの方がもうみんなこうね、感染者が出たジャイアンツからみたいな書いてる方たくさん見受けられました。でそんな中でこう、あ、これで延期かよとかっていう書き込みを見た時に、まあ普通の書き込み、まあ意見感想なんでしょうけど、いや僕はねちょっとそれを見た時にね、ちょっと悲しい、がっかりした気持ちになりまして、決して選手はかかりたくてかかったわけではないですし、どっか繁華街出かけてそれでこうなったわけでもないと思うんです。今十分注意して自覚を持ってやってた中で、それでもこうやってウイルスはどっかから入り込んでくるっていう恐ろしいことだっていうことをまた改めてこうなんて知らされたっていう感じなんですね。でその選手もものすごくショックを受けてると思います。開幕に向けてチームに迷惑かけて、なおかつこれがその開幕に12球団に影響するんではないかっていう思いまで持ってるんじゃないのかなと思います。で、ああいうふうな書き方を見てしまうと、やっぱりちょっと選手がかわいそうだなっていうのをちょっとお伝えしたくて、どうですか皆さん。それよりもやっぱりそのかかってしまった選手、これはもうかかってしまったことはどうしようもないことなので、あとはその選手が早く治って、早く元気な姿でグラウンドで、走り回る姿を見れるようにもう祈ることしかないと思うんですよ。そこに気持ちを持っていきませんか。プロ野球を見たい気持ちは私も僕も皆さんも一緒だと思うんで、だけどうわっというショックを受けて、まあこれでまたこれ日々新たに気を引き締めていかなきゃいけない現実だと思うんです、今は。ですから高校野球に関しても僕は開催反対派だったんですね。で今回高野連が苦渋の決断、もう断腸の思いだと思うんです。それで中止決定を下しました。まあそれに関してもかかってもいいからやらせてあげたかったとかっていう、なんか書いてるのをちょっと目にしたんですけども、いやそんなことはおかしいだろうと。そのね、3年間やってきた最後のっていうのは分かるんですけども、今世の中がとんでもないことになってるっていうところに認識を持っていただいて、高校野球も結局ね、都道府県でこう花道を飾る大会をね企画されてるようで、まあそこにまた新たな感染者が出ないことを僕は今祈ってるところなんです。ですから本当高校野球関係者の皆さんもの気持ちよくわかるんですけれども、オリンピックも中止になり他のスポーツも中止になってるですね、やっぱりことの重大さを受けて。ですからその中で高校野球だけは3年間で最後の年だからっていうのはちょっと僕は違うと思うんです。でなおかつやってしまったらまたなんかそれで非難を浴びる部分も出てくると思うんですよ。で僕は野球に対してのこう嫌われるような意見っていうのを聞きたくなかったので、今回高校野球が中止になったことはもうこれはもう本当に良かったなと、ある意味高校生野球部の子たちが守られたなっていうふうにも思ってます。ですから今回まあちょっと、コロナもスポーツの世界にも芸能の世界にもいろんな世界にこう影響を与えてますんで、皆さんやっぱり毎日気を引き締めて、そして、ジャイアンツの選手、 J リーグの選手が
早く治って復帰することと、高校野球のその花道大会、各都道府県で行われる花道大会が無事に成功することを野球ファンの皆さん祈りましょう。絶対に勝ちましょう、コロナに。ありがとうございます。